おはようございます。ただいまから阿波羅市長定例記者会見を始めさせていただきます。それでは市長よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。先日は台風、大型の台風17号が日本海を北上し、23日には温帯低気圧に変わりましたが、暴風域に入った九州北部を中心に大きな被害をもたらしました。阿波羅市におきましては大きな被害はありませんでしたが、22日の日曜日に予定しておりました阿波羅観月の夕べ2019は台風による強風や大雨が予想されたことから来場者の安全を優先して中止といたしました。昨年は福井市幸せ元気国体の競技会場となったこともあり開催を見送りましたので、今年は2年ぶりの開催となり、イベントの名称も従来の阿波羅北方湖畔観月の夕べから阿波羅観月の夕べに変更し、内容も一新して皆さんに楽しんでいただけるようなイベントを企画していましたので、大変残念な思いがしております。来年の開催に向け再度準備を進めていきたいと考えております。さてこのところ朝晩が涼しくなり過ごしやすい季節になりました。スポーツの秋などと言われますが、今週末の10月6日日曜日には第16回阿波羅市民体育祭がトリンパーク金津のグラウンドにおいて開催されます。市民体育祭も昨年は福井幸せ元気国体開催のため行っておりませんので、2年ぶりの開催となります。多くの市民の皆様にご参加をいただき、日頃の運動不足を解消していただけたらと思います。さて阿波羅市では市の地域ブランドメッセージ、あ阿波羅贅沢、都会にはない贅沢がある町の事業として、米どころ阿波羅市の魅力発信と米の消費拡大を目的に阿波羅結びプロジェクトを展開しています。そのプロジェクトの一環として10月には東京の NPO 法人テーブル42が主催するおにぎりアクション2019に昨年に引き続きコーポレートパートナーとして参加いたします。昨年はこのキャンペーンに合わせ市民の皆様におにぎり写真の投稿を呼びかけたところ、781枚の写真が寄せられ、アジア・アフリカの子どもたちへ3900食分以上の給食を届けることができました。このうち366枚は地元金津高校の生徒会執行部の皆さんの協力によるもので、年々アクションの輪が広がっていることを感じております。おにぎりアクション2019は10月7日月曜日から11月20日水曜日までの日程で実施されます。今年も1枚でも多くの写真を投稿できるよう市民の皆さんに呼びかけてまいります。また米の消費拡大を図り、阿波羅産のおいしいお米を広く世界へ発信し、阿波羅市の魅力を伝えてまいりたいと考えております。次に10月13日日曜日に行われる第5回越前加賀県境綱引きについて申し上げます。このイベントは福井県と石川県の県境上に立つ越前加賀県境の館の整備を機に企画されたもので、今年で5回目を迎えます。阿波羅市と加賀市の間に伝わる神話鹿島の森伝説に倣い、綱引きの結果で県境を移動させるという大変ユニークな企画です。これまでの成績は1勝3敗と加賀市に負け越しており、現在県境のモニュメントが2メートル阿波羅市側に食い込んでいる状況です。昨年私は初めて越前の男神として参加し、加賀の国のチームにあと一歩及ばず苦杯を喫しましたが、今年は万全の体制で臨み、必ずリベンジを果たしたいと考えております。当日は阿波羅市と加賀市の両市民が一喜一憂し、県境が熱気に包まれる一日となります。この楽しく愉快なイベントにぜひお越しいただき、阿波羅市の応援と決戦の行方を見届けてくださいますようお願いいたします。
次に第5回あわら湯煙映画祭の開催について申し上げます。あわら湯煙映画祭は全国から応募のあった自主制作映画を市内の温泉旅館等で上映し、気軽に皆さんに映画を鑑賞していただくものです。鑑賞した全員が審査員となり、一番評価の高かった作品に湯煙グランプリを授与いたします。上映作品は10分から30分ほどのショートムービーで、今年は全部で57作品がノミネートされました。回を重ねるごとに応募作品が増えており、この映画祭も定着してきたものと考えております。上映期間は10月13日日曜日から19日土曜日までの7日間で、上映会場はあわら温泉の2つの旅館、箕輪太平閣長谷川旅館および A キューブとセントピアあわらの4カ所となっております。それぞれの会場で順次ご覧をいただくことができますので、足をお運びいただき、映画の鑑賞と作品の審査をお楽しみいただきたいと思います。なお10月20日日曜日には金津創作の森美術館で授賞式を行います。映画を鑑賞した皆さんで審査する湯煙グランプリのほか、本市の観光大使であり本映画祭の特別審査員となっていただいている田中光俊監督による田中監督賞や、本映画祭に特別協賛をいただいた福井ビオラ様による福井ビオラ賞など各賞が発表されます。どんな作品が受賞するか今から私も気になるところです。なお授与式には500円の入場券をお買い求めいただくことになりますが、この入場券は湯煙横丁500円券またはセントピアあわら入浴券としてお使いいただくことができますので、今年もあわら温泉で芸術の秋を満喫してください。続きまして、11月2日土曜日に行われるあわら桃源郷について申し上げます。あわら桃源郷は幻想的な竹の明かりであわら温泉街をライトアップし、和心あふれる夜の風情をお楽しみいただけます。今年は約3000本の竹明かりがあわら温泉湯の町広場を照らします。この竹の灯籠は毎年長さ約7メートルの竹約80本を竹林から切り出し、実行委員や市民らが一つ一つ手作りしたものであわら温泉への思いが詰まっています。なお地域資源を活用した体験プログラム一つとして、10月26日の土曜日に灯籠作り体験が実施されます。予約制となっておりますので、お早めにお申し込みください。約3000本の灯籠の中から自分で作ったオリジナル灯籠を探してみるのも楽しいと思います。当日は恒例の点火ボランティアちゃっかちゃんを募集します。事前の受付はしませんいたしませんので、あわら温泉湯の町広場へお集まりください。皆さんの思いが優しい光となり、あわら温泉街を包み込みます。幻想的な温泉街をぜひお楽しみください。ただいま申し上げました越前加賀県境綱引きあわら湯煙映画祭については、あわら市観光協会へお問い合わせください。またあわら桃源郷については、あわら桃源郷実行委員会へお問い合わせください。次に、越前加賀インバウンド推進機構香港セールスコールについて申し上げます。10月の15日から17日にかけて、越前加賀インバウンド推進機構による香港セールスコールを実施いたします。香港は当機構のメインターゲットの一つであり、当エリアへの香港からの観光客数は平成29年は9833人で、対前年比 172%、 平成30年は1万5630人で対前年比 159% となるなど、確実に増加している状況にあります。また本年の4月から10月までは小松空港に香港からの直行便が定期就航しており、
7月末の時点では搭乗率 80% 以上と好調であることから、来年度以降も定期便の継続運航が期待されています。このような中、香港からのさらなる誘客を推進するため、香港現地におけるプロモーション活動を実施するものです。今回は越前海岸インバウンド推進機構の各市町の首長を代表して、会長である私が当機構を構成する5市町の事業者5社とともに旅行会社を訪問し、直接当エリアの魅力や観光素材を PR してまいります。さらに平成28年度に越前加賀観光大使を委嘱した香港大手旅行会社 EGL ツアーズの社長袁文英氏への表敬訪問を行い、越前加賀エリアへの送客活動や香港市場の情報提供などについて引き続き協力を依頼し、本エリアへの誘客を推進いたします。続いて森林機関道剣ヶ岳線の開通式について申し上げます。福井県が平成10年度より準備を進めてまいりましたこの林道は、堺市丸岡町山武田から剣ヶ岳刈安山の中腹を縦走して青原市牛の屋を結ぶ総延長 22.3 キロの広域機関林道であります。着工より21年の工期を経て、このほど全線完成の運びとなりました。森林機関道剣ヶ岳線の完成を記念して、来たる10月30日水曜日午前9時30分から堺市丸岡町の武田農産村交流センターちくちくぼんぼんにおきまして、私が会長をしております剣ヶ岳線林道開設促進規制同盟会主催で開通式を執り行います。その後剣ヶ岳線起点部においてテープカット、くす玉回避の後、林道の通り染めを行い完成を祝います。林道剣ヶ岳線は広域な森林地域を管理する骨格林道として、森林資源の搬出路、適正な森林資源の整備拡充を図る上で重要な林道であり、また緊急時の連絡林道としてなど多面にわたり活用されるものと期待しております。最後に青原市総合防災訓練について申し上げます。少し先になりますが、今年度は11月の10日日曜日の午前中に市総合防災訓練を実施します。本訓練は地域住民が主体となり、住民同士で助け合う共助の精神や体制づくりを啓発することを目的に実施するものです。訓練は2部構成となっており、第1部では午前7時に青原市内で最大震度6強の地震が発生したことを想定し、市内全域の市民を対象に一時避難所までの避難訓練、安否確認訓練等を実施します。第2部は坪井地区を重点地区と定めた訓練を実施します。具体的には一時避難所に参集いただいた坪井地区の皆様が指定避難所となる金津東小学校へ避難します。また救護を優先するけが人や要援護者などの指定避難所への運搬訓練や、地域の防災リーダーが中心となり避難所設営を体験していただきます。さらに坪井地区に住む外国人のことが災害弱者とならないよう避難所での受け入れ訓練も行います。その他チェーンソーを使った木材撤去訓練や農園体験などの体験型災害訓練や、災害時応援協定を締結している会社等のパネル展、また防災ヘリによる救助のデモンストレーションも実施いたします。こうした訓練を通して災害に強い安心で安全な街づくりを推進してまいりたいと考えております。
私から皆様にお伝えするのは以上でございます。それでは市長の発表が終わりましたので、記者の皆様からご質問をお受けしたいと思います。どなたかご質問ございましたらお願いをいたします。越前香川のインバウンド推進機構の香港でのセールスコールなんですけど、7月にもタイとマレーシアでやってると思うんですが、7月 の、 売り込みで何か効果とかはあったんですか？7月に関してはですね、先週ですね、タイのですね、大手旅行会社の現地視察がありました。社長以下4名ですね。で、5日間、この五市町をですね、各回りまして、意見交換だとか直接観光地の視察を行っておりですね、早ければこの冬にはですね、旅行商品が企画されると思います。また来年度に向けては、話によりますとですね、向こうの方からテレビ会社っていうんですかね、そういう番組なんかも作りたいということの申し出がございました。その協力ですねがありましたので、タイからの誘客が見込まれると思います。では、内容でございますので、以上で、定例記者会見を終わらせていただきます。なお、次回の市長定例記者会見は11月6日水曜日午前10時からを予定いたしております。どうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。